おはようございます。マイナス7度です。今日は寒すぎてオープニングは小屋で撮ります。皆さん冬の装いですが、今日は最後です。リンゴルフの撮影。年内最後の撮影となります。なので、寒いとか言ってる普通のゴルフはしません。とりあえず3ホールはちょっと今日初めましてのね、美穂さんが実はいるんですよ。初めまして、杉山美穂です。美穂さんはリサちゃんの後輩なんだよね。可愛い可愛い後輩ですね。先輩。こんな感じで。やばいからその3ホールはね、やばさを実感して、そうだね、あーってなった時にちょっと秘密兵器をね出していきたいと思います。おはようございます。おはようございます。山口さん、今日は年末ということで皆さんに楽しんでもらおうという普通じゃないラウンドを企画しています。なのでプレー進行だけとゴルフ場のなんですか、この景観とかをちゃんと守りながらちゃんと頑張りますので、ケイチンよろしくお願いします。はい、では皆さんラウンドに参りたいと思います。はい。美穂ちゃんのプロフィールなどはラウンドしながら紹介します。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、さっきゴルフ場からの通達で、今年一番の寒さで、めちゃくちゃカチコチらしいです。やばいじゃん。道理で白いなと。道理で白いよね。ではゲストの美穂さん。はい、早速行ってもらいましょう。はい、早速行ってもらっていいんですか？無茶ぶりだけするんですけど。お願いします。お願いします。お願いします。これからだけ無理です。でもめっちゃ可愛い。可愛い。お願いします。お願いします。お願いします。ナイスショー。完璧。ドマン飛んでる。ドマンはやばい。ドマンやばい。ドマン。よく刺さったね。リサさん、足若干滑る。ちょっと滑りました。つるってなっちゃう。リサちゃん、今日もボーダー決まってるよ。はい。ナイス。完璧よこれも。結構踏ん張ったよ今。なるほど。飛んでます。はい。右。飛んでます。行きます。お願いします。いいよ。フェアウェイ。ちょっとヤフ。そう、晴れてる。うん。よし。完全にね。おお、ナイス。見えない。オッケー。ドマン。ドマン。ドマン来ました。おお、ドマン。いや。メオさんは、私は何で知ったかと言いますと、YouTube いろいろ見てたら、ドラコンの動画で出てきて。へえ。なんか名前見たことあるなと思って。インスタ調べたら、見たことがあって、さらにリサちゃんのインスタに出てきたの。その。あ、そうなんです。ってなって、すぐリサちゃんに言って。なるほどね。ドラコンやってますよね。ドラコンやってます。この感じでさ、ドラコンやってます。怖くない？怖い。なんでですか？怖い。怖い。どういうことみたいな。だからもともと飛ぶんですか？もともと飛ぶ方ですね。そのドラコンの時は300。マジ？すごい打ち下ろしなんで。すごい打ち下ろしでも。クラブも違うし。やっぱ全然違うんですか？長さが違います。ちょうどいいです。長くちょっとしてるんで。ドラコン用に。普段はそれやっぱ使わないですか？普段は使わない。もうちょっと短い。もうちょっと短い。ベストはちなみにいくつなんですか？ベストは62です。聞いたじゅんちゃん。ベスト62？私の誕生日じゃん。すごい。ハーフベストの方がすごいんだよ。何？28です。長すぎ。どうやったの？バタースか。なんか髪型。すごくない？28。いやなんかイーグル、もうちょっとそのスコアカード残ってないですけど。ちょっと気になるよ。そう、そのボールを取っといてよっていう。イーグルが2つぐらいあったのかな。え、28って覚えてないです。本当だって36でしょ。今度計算できる。8アンダー。8アンダー。いや次元がちょっと。側。123ヤードで凍ってるかもしれないんで、ちょっと手前から転がしていきたいと思います。ちなみに9番アイアンで打っていきます。思ったよりも転がっちゃいましたね、だいぶ。クラブ凍った。やばめ、寒い、やばめ、寒い、寒い。だいぶ凍ってるんで、58度でエッジぐらいに落としていく。どれぐらい転がるかちょっとわかんない。いやー、手前すぎた。お、いいんじゃない？オーケー、ありがとうございます。お、いい感じ。ナイス。ナイス。まさかのみんな同じ？じゃあみんな、はい、まだあと2ホール普通にちょっと体慣らしといてくださいね。どこに刺したの？あ、やばい。大丈夫。残業してる。聞いたことない。本当？りさちゃんとみほちゃんの先輩後輩はゴルフじゃなくて、何の先輩後輩？ゴルフね、高校の時に初めて知り合ったのは高校かな。超前じゃん。そう、ね、高校は違うけど試合で会うのよ。こう合いますね。なるほどね。同じ会話もそう。年が1個違う。あ、そっか、そしたら合うか。そう。昔から飛んでたから。昔からなんだ。昔から。フォロー始めた時から。美穂やばいよね。始めた時からですね。なんか。何やってますか最初。何もしてないです。何もしてないです。もうゴルフだけずっと。ああ。なんでもそのお父さんに。一緒に練習場に行って、うん、最初は振るってすごい言われてました。おお、振れって。うん、とにかく振る練習をさせられてはいますね。私それやってないわ。だからかわかんないけど。振るな。玉打てみたいな。じゃあもうドルフケツは振ることだ。振ることですね。じゃあ振りましょう。ヘッドスピードなのかな。そうほら。事件。ねえ、純ちゃん凍ってるって男みたいなところで PGA がいる。 PGA 見せてみなさい。あれやばいよ、普通に100ヤードぐらい置いてこれてる。あれやばいですね。お、うまい。うまい。やばい、手前だと跳ねちゃう。おお、いいじゃない。れ80ヤードって PGA です。持ってたからな。いや、持ってたから。いや、純ちゃん。はい。でもね、そんな杉山さんもそろそろ自分いろんなゲームにはめられていけるかなと思うので、ちょうどいいね。そんなゲームとかしたことないですもんね。これそうだね。ないよね。いや、私はね、いろんなところに行きましたよ、勝つために。いろんなショップに回りましたよ、今回。怖い。なんか安定戻ってきたんじゃない？ナイス。上がるね。高めを。あ、なんかちょっとラフに落ちた。滑るよ、じゅうちゃん。滑る。なんかすごい球が出る。すげえ球が出たね。あ、やばいやばいやばい。多分大丈夫。あるある。負けないよ、じゅうちゃん。あ。負けそう。大丈夫かな。めっちゃ上に上がったなんか。まあいいか。今日は寒いです。今日は帽子を忘れちゃったんで急遽ショップで買ったんですけど、やっぱりね、つばがないと眩しいですね。今ちゃんと打てたよ。手前から。ちょっと日が当たってるとこじゃないと簡易。左側、そうだね。お、いいんじゃない？間遊だよ。止まって。跳ねるな。お、止まった。ナイス。よかった。カーってならなかった。お、パーチャンスじゃん。完璧だな今の。もうみんなと比べて私は本当にちょっと飛距離が20ヤードぐらい。美穂さんに関しては100ヤードぐらい置いてかれてる。ボギーオンでどこまで寄せていくかが勝負ですね。だよ。そうだったよ。やばいな。え、バーディー。必死にボギーオンしてるのにさ、バーディーだよ。待って。ノー、オッケー。はい。ボギー。何ですか？六鉄。一人。155歩。狙いはどんな感じですか？右からまっすぐ。ああ、いい。もうそれしか言えない。おお。